ちは。今日はようこそ遠いところをお越しくださいました。青まみです。ちょうど去年の今ぐらい、ちょうど1年前ですね、3人で何かやってみたいねっていう話をして、青まみというグループを結成いたしました。ちょっと最初、ちょっと緊張した感じの始まり方だったんですけども、この私たちがやってることは、自分たちの生活の中から出てくることとか、日頃考えていることを歌とか本当に形にしてみようっていうことからできています。次にお届けするのは今へ今へということです。手元にプログラムあると思うので、さらに見てください。この、場所なんですけれども、新潟というのは古来から日本海で養殖として、港町として、国内外を結んでいました。たくさんの文化や人が行き交う場所でもあります。この私たちが今日いるこの場所というのも、もともと外資銀行、外資銀行の住吉芝居支店というところだったんですね。とても古い、昭和2年に作られた家だけです。この場所で、面白いこと、新しいことができるといいねっていう思いを込めて、今へ今へを残したいと思います。この今へというのは、過去、今、未来とつながってつながれて、こんな長いや思いを語ってみてください。Oh!
どうもありがとうございました。